スポンジと比べて全然やっぱ人気がないっていうのはね、嫌われてるのかなみたいな。やっぱりね、異端児2人ちょっとお尻が出てるからかもしれない今日。ちょっととりあえず1曲目はなぜか自分のオリジナルをさせてもらいます。妄想暴走感情瞑想、普段メロディーで1回撮るのかな、今回サンプルですけど、サウンドオブ永井芳雄2というのが14年ぶりにまたちょっと作りました。サンプルですけど、歌詞カードもあるよみたいな。14年ぶり3枚目みたいな。その14年前もまた14年前やったっていうことで頑張って今。1990年、Welcome to the Endless World。 2004年サウンドオブ永井芳雄1ですね。今2018年、サウンドオブ永井芳雄2。多分曲いっぱいあるんで今卒業までに3が出せるといいなと思ってます。4ぐらいまで曲ある。まあ、あと5枚ぐらいあるんで、ただでもいいんですけど、100円ぐらいで持って帰ってください。ただだと聴きたくない人を持って帰っちゃう。ということで、妄想暴走感情瞑想
はい、分かってないっすさ、シャッフルです。何ですかね。ここでみんなに伝えなきゃいけないことがあります。俺たちこのクリスマスコンサートで羽村美宝店、やめてやめてやめて、言わないで、やめて言わないで、解散解散、何この何この空気、全然人が住んなかった。俺たちこのクリスマスコンサートでちょうど2周年です。イエーイ、これから3年目です。もう3年目で、ね、どんどんやっていこうと思ってるんですけど、まあ、追い込むしかないっていうね意外と2年しかしてないんですよ。2年の終わりぐらいからだから、それまではもうバチバチのね、こうやり合いがあってね、こうね、殴り合いの喧嘩したりとかね、もうね、こうね、よく友だから、ね、抱きしめ合ったりね、もうね、ほんとね、そんなのはないけどね、愛を語り合ったりね、北斗百裂拳やられたりね。そう、俺があのね、何やったっけ、なんと水長剣で返したらね、そういう感じでしたけど、全く分からんと思う俺もギター弾かないと。なんかあります？吉野さんの CD を皆さん聴いてください。うぅ、あれも入ってるよ。抱きしめる夜を越えて二人、ずっとずっとずっと、やりましょう。はい、あれもあれも聞こうか。待ってね、あれだよ、目には目をやってこい、ね、そうですね、待ってよ待ってよ待ってよ、これどこだ、 OK、拍手を、終われば拍手はお願いします。やりましょうか。目には目を、歯には歯を、ギターにはギターを、長井には長尾、ハムラビ法典です。よっしゃ、ありがとうございます。みんなに愛されて4000年って嘘ついてました実は。そうですね、まだ2年だったんですね、うん、3年目頑張りましょう。頑張りましょう。とりあえずいろいろねやっていきたいと思います。ではボーイのカバーでのニューヨークやっていきます。知ってるかな、知ってる人はみんな歌ってください。シャワーを浴びて、
てあるみたいね、なんかね。はい、終わり。終わります。ありがとうございます。